皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試プレゼン対策準備すべきことについて学んでいきましょうプレゼンには3つの準備があるんです1つ目内容の準備2つ目資料の準備3つ目発表の準備この3つです。 ではそれぞれ説明をしていきたいと思いますまずプレゼン内容の準備についてですがこちらはなんと言っても課題を正確に理解することこれが大切です募集要項のチェックこれが欠かせません次に自分が提案することアイデアそれには十分な時間をかけてほしいということです 可能であれば合格者のプレゼン内容もチェックしてみてください次にプレゼン資料の準備についてです基本的にはプレゼンの資料2つ準備しなくてはなりません1つ目がスライドの準備です2つ目がハンドアウト配布用の資料ですねこちらを準備してほしいと思います 3点目、プレゼン発表の準備についてです。このプレゼンを発表、実際する段階では、まずはパワーポイント、これを用いる場合には必要なツールですね、レーザーポインターであったり、USB、これらを準備しておくことが必要です。また、制限時間内にきっちり終えられるように、繰り返し発表練習をしておくこと、これが大切なんですね。セットの時間も計算に入れてよく 本番を想定しておくことが大切ですはいプレゼンというのはこの3つの準備のうちどれかが欠けても成功しませんこの3つよく準備しておかないと本番でうまくいくプレゼンというのはできないんですねはい今回はプレゼンの3つの準備についてお話ししてきましたよく復習をしておいてください それではまた次回お会いしましょう。